こなろうとするとちょっと落車が。そうですね、見ててちょっとねヒヤヒヤはするんですけど、レースと練習違うなっていう。お父さんも一回お父さんされたの、ね、名古屋で。あ、決勝戦。あ、はいはいはい、あ、心配したんだけど、実はロールスレス買ったの。あ、買ったみたいです。すごいね。これ何買うんですか。僕がマスターの人を使う、持ってますね。次はテレポイターで買いますから。兄弟で買いますね。いいですね。親父と見に行ってましたね、ケニア。あ、そうですね。車ですね。あ、なんか乗ってたみたいですね。ユージと一緒に、ね、走ってましたね。自分は自分なり。いい言葉だろう。焦るな。まあ、確実に。まあ、嫌でしょうね、それね。やっぱね、そういう企画が。いや、でも全然もう、あれでした、その気にしてないです。ああ、まあ、別ですもんね、また。はい。僕は自分のペースで上で戦えればいいなって思います。徐々にやっぱり自在の方に感じですか。そうですね。もう自力では絶対無理やって。うわ、すぐしちゃう。お父さんも一緒に。あ、本当ですか。お父さん、最初の多分、ディグンドッキーかなんかで、加藤渡るかなんかと、はい、昼間かなんか、二段掛けして3番手がスポーンと見たんで、へぇー。見てて、6番車かなんか、あ、勝ったっつって。へぇー。じゃあ、自然に、そう、自然追い込み選手。追い込みになってて。あ、まあ、でもなんかそんな感じですよね、戦い方ですけど。まあ、今回はね、こう、後輩もいますし、そうです。もういつもほぼ毎日一緒に練習してるんで、後輩にも頑張らなかった。そうですね。後輩がプレッシャーかけるかもしれないですね。素質があるんだから。いやいや、そうです。まあ、まずは怪我だと、はい、3日間、はい、そろそろね、はい、本来の力、はい。